立憲民主党森友子落選。参院選の新潟選挙区において森友子の落選が確認されました。国会などにおける暴言が原因だと思われますが、森友子にはまずは政治から完全に離れていただき、裁判所に不法行為と認定された問題について、被害者の方に誠心誠意対応していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご成長いただきありがとうございました。